さっき内見行ってきて、その帰りなんですけども、近くに一風堂があったので、ちょっとお腹空いてきて昼飯も何も食ってないんで、ロンドンの一風堂のレビューということで、まあ今日はそんな動画を撮っていけたらなというふうに思います。一回全然違うこっちの多分現地の人がやってるラーメン食いに行ったんですけども、めっちゃまずかったんで、一風堂はまあ日本の結構有名なチェーンなんで、まあ、実際のとこどんな味がするのかっていうのを、まあ、見ていけたらなというふうに思います。はい、それでは見ていきます。はい、ということで一風堂行ってみました。めっちゃうまかったですね。やっぱ出汁取ったスープで麺もちゃんとこだわってやってる日本のアッパラーメンはレベルが違かったですね。まあずっとこっちの ご飯を食べてるっていうのもあると思うんですけど、マジでうまかったです。まあでも値段がちょっとね、15ポンド日本円に直すともう2300円とか、まあ、買い玉したんでけど、まあ、それにしてもラーメン1杯プラス買い玉2300円、ちょっと、まあ、やっぱりロンドンなんで物価高いんで仕方ないことがあるんですけど、まあ、高いですね。まあ明日からちょっと試着生活を始めます。はい、こんな感じでいかがでしたでしょうか。僕のチャンネルでは、まあ、こういった海外の様子、特にイギリス・ロンドンに今いるので、イギリス・ロンドンでの
生活の様子っていうのを Vlog 形式で配信していくので、もしよければいいねの方とチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、じゃあまた次の We want. Keep drove us down the ice place while we roll up a blunt. And me and Jack would get stony, walk around and get lost. Don't think I'll ever truly pay back all I was lucky to get just by walking through the city.